はい、私京都で時事ネタ系コメディの、劇団をしています笑いの内閣というところの上皇、今のところ日本で唯一の上皇の高間と申します。こちらですね、81団体決定とかって一列に40団体あるんですね。はい、うちだけ載ってません。はい、ということでですね、今回は名誉男性鈴子という作品をやります。こちらはですね、名誉男性という南アフリカのアパルトヘイト時代の、有色人種でありながらね、差別に、協力するやつを名誉白人って言ったのとなぞらえてですね、女性差別をする女性を名誉男性というのを支援にしたコメディでございます。こちら多くのフェミニストの方見に来ていただいてまして、田島陽子先生なども絶賛していただいた作品ですので、ぜひとも、見ていただければと思います。笑い内閣次回公演はですね、4月にですね、ネトウヨが韓国が嫌いなネトウヨの話を韓国でやるというのがありまして、クラウドファンディングやってます。どちらかというとそっちの出資の方をたくさんしてほしいと思ってますので、3万円でアフタートークできる権利とかって売ったりとかですね、いろいろしておりますので、ぜひそちらの出資と、今回の出資。はい、次。